トランスフォーマー1という映画を見に行きまして、もう大興奮ですよ。最高。あ、こんにちは、貝柱ですけれども。え、ジョッシュ・クーリーさんかな監督が。調べちゃうぞー、貝柱。インターネットを使えるからな。ふ <laughs> ふ貝柱。インターネット契約しているから。ジョッシュ・クーリーさんか。はぁ。ちょっとさ、ちょっとさ、トランスフォーマーシリーズなんかよくわかんないし、興味ないやっていう人もぜひ聞いてほしいんですけど、 過去作見なくてよい。見なくてよい。まあ、気が向いたらでいい。僕とか特にバウンブルビーとか好きじゃが、ぐらい。これ単体でいい。前日単というか、オリジンの話ですからね。トランスフォーマーシリーズ。トランスフォーマーっていうのは、変形するロボットみたいな生き物がいるんですよ。オートボットっていう生物なんですけれども。あ、ちなみにこのトランスフォーマー1の中ではオートボットっていう言葉ではまだ呼ばれてない。もうそれぐらい昔のつまり話。とにかく超生命体がいるわけです。その人たちの いざこざ、わちゃわちゃな話なんですけど、過去作は、舞台が地球だったりするわけですよ。で、人間も出てきて、人間とこのトランスフォーマー、オートボットたちの絆とかさ、そういうのがフォーカスされてんだけど、今回出るのは、このトランスフォーマーたちだけなの。星も惑星サイバトロンっていうね、サイバトロン星っていうところがあって、ここが彼らの息づいてる星なんだけど、そこでの話だから。 過去作はだからもう興味持ったら見るぐらいでいいぐらい。最高だったね。展開が早すぎる。もうビュンビュク、ビュンビュク、ビュンビュク。CG アニメーション作品だと思うんですが、こういうの CG ね。ガチャガチャなのよ。もうビュンビュク、じゃあガチャガチャ。動いて動いて動いて。実にですよ、気持ちのいいね。 構成になっているんですよね。お話しさせてもらうとね、サイバトロン製って惑星があるんですよ。あ、ちなみにこのサイバトロン製って惑星なんですけど、これも、そもそもが、なんかもう始まりの神様的な、だから、うん、存在がいて、トランスフォーマーの。そいつがトランスフォームして、出来上がったのがサイバトロン製っていう。<laughs> わかる <laughs> その惑星にトランスフォームしたのよ。 すごいよね。神様が人々の住む土地になったという、北欧神,神話的なね、巨人の体を使って大地を作りましたみたいな、<laughs> なんかもう、なんかそういう <laughs>、面白い感じで成り立ってる惑星岩のすごいでしょう、希望感が。で、このサイバトロン星になったその、わかんない謎のね、初代のこの神様的な人は、まずはじめに、えー、なんたらプライムみたいな生き物を生み出したと。 つまりこれが最初にトランスフォームできる生き物たちなんだけどそこから派生してどんどんこう数が増えていって今の惑星があります。イエーイみたいな感じ。始まりとしては。で、この惑星サイボータロンに息づく主人公としてはオライオンパックス君っていうのがいてこれがつまりシ,シリーズで言うとこののオプティマスプライムっていうトラック野郎がいるんですけどこいつの若かりし頃というか素体。 で、もう一人親友で D16 君っていうのがいて、これがシリーズの中で宿敵として出てくるメガトロンってやつがいるんですけど、そいつの若かりし頃。うん、まあ、あで、素体。まあ、素体っていうのにはわけがあるんですが、一応伏せときます。はい。そう、この二人はね、めっちゃ仲良かったらしいんですよね、過去。この時期は。もうね、ぐっとくるんだよな、まずこの友情が。う 友情、友情にね、友情に燃え尽くされそうにな、な、なってた。尊い、テーっていう絵がわかる。かなこの顔が止まらないんだよ、自分の。<laughs> 映画見てるとき。<laughs> 幸せだよね、こういう。自然とこうなっちゃう。映画見れるって幸せだよ。とにかくこの二人がメインキャラなんですけど、このお話で。この二人はね、この、 惑星サイバトロンね。階級で分かれてて、うん、トランスフォームできるやつらと、トランスフォームできない奴らがいるんですよ。トランスフォームするには、なんかね、胸にぽっかりこう穴が開いてて、ここになんかあるやつだけがトランスフォームできる。うん。もうそれを持ってないやつは、労働者としてひ,ひ,ひとくくりにされて、 えー、惑星で必要なエネルギー資源を採掘させられるっていう仕事に割り当てられるわけ。うん。奴隷ってほどとは言わないけど、でも近い扱いというかね、は受けてんの。このトランスフォームできる奴らは、この人たちのことを、うま変形もできねえだろうが、うらーとか言ってね、ドヤしたりして。ああ、ごめんなさい。そういう世界です。その中でも、このオライオンパックス、この D16 くんと、めちゃくちゃ楽しく生きてんだよね。 割と自由人ポジションなんです。ある日この二人がですね、本当はこのトランスフォームできるやつしか出られないレースみたいなイベントことがあるんですよね。この星のみんながイェーイって熱狂できるオリンピックみたいなこと。そのレースとかも本当は基本参加しちゃダメってわけじゃないけど、 つまり勝ち目がないから誰も参加しないこの労働者階級の人たちは変形できないからそもそもレースに勝てる速度が出ないからねこの変形できる人たちは飛行機になったり車になったりとかして速いから戦えるんだけどオライオンたちは変形できないから頑張って走るしかないそれでもこいつらはレースにそのレースに参加するのよ破天荒な方法で参加することになるんですけどそこでももう結構いい成績残しちゃったりなんかしてこの惑星の ボスとして君臨してるセンチネルプライムっていうね、お兄さんがいるんですよね。かっこいい人が。そいつとかにも、お前たちめっちゃ面白いじゃん、やるじゃん。ちょっと、あれだよ、褒美多い人だったからさ、よろしくとか言って、これからもよろしくね、盛り上げてよって。すげえ褒められて。うん。オライオンと D16 もさ、嬉しいって。 なんだよね。あのセンチネルプライムに褒められちゃったセンチネルプライムは英雄だからん。あ、そうだ。これ言うの忘れちゃってた。この惑星ね、外敵がいるんですよね。ああ、ごめんね。名前忘れちゃった。知ってる人、教えて。あのー、ほら。外敵がいるんです。これ何かって言ったら、だから支配されそうになってたから、大昔じゃ、はい、昔々あるところに <laughs>、のお話ですよ。外敵が襲って、定期的に襲、襲いかかってきてたの。それを退りけるために、 この初代の英雄たち、プライムって呼ばれてんだけど、プライムたちが、頑張って手を組んで、エイアって反撃してたんですよね、うん。それでその初代のプライムたちは、もうすごい傷ついちゃって、もうすでに亡くなっちゃってるんだけど、その英雄たちの生き残りの一人がセンチネルプライムっていうことなの。だからもう英雄だ、すごいぞって言われてる。そんな人に褒められちゃって、やっとなんですけど、ね、えー、オライオンたちですね、ひょんなことから、 この地下世界で生きてるんですけど、地下世界からこう出ることになっちゃうんですよね。うん。B っていう同じように変形ができない労働者階級の人物と、ちなみにこれは B はバンブルビーですよ。 ああ、喋るで B、バンブルビーはシリーズ通して基本喋れないキャラの生態ぶち壊されてるから喋れないキャラだけどこれまだぶち壊される前だから喋るでー。死ぬほどおしゃべり。<laughs> もう黙っとけよってくらい。もうもう喋んなってくらいおしゃべりでね、これが可愛いんだよな。バンブルビー僕一番好きだからね。本当にね、可愛いよね。あるね。でもとにかくバンブルビーとか、まあひょんなこと、といろ色々ね、トラブルが起きちゃって、 地表に放り出されちゃうんで、すよーってでそれと同時に、なんか発信源。なんか自分たちに気づいてって言ってるような発信源を見つけるから、機械で。そこに行ってみようってことになって、本当はこの地表ね、誰も住めないんだよ。住めないから危ないんだけど、なんとか行ってみるわけそしたらそこにプライムたちがいるの。ぶっ壊れたプライム。あ、ここは、じゃあかつて、ね、戦があって、プライムたちが、 ね先人たちがこの星を守るために戦ってくれてた場所なんだってことがもうぶっ壊れてるプライムたちがいて <laughs> わーって,ってで一人でもうギリ生きてるやつがいてそいつにちょっとあの先頭的な飯を食わせるわけですよ <laughs> <laughs> ああそいつ起きてさこれ,これはアルファトライオンだったわけな名前がっていうおじいちゃんなんだけど起きるわけわって私はって危ない 私は何をしてたんだみたいなしちゃった。あ、大丈夫ですか今ね、ちょっと時が経ってですね、ほら、あなたたちの仲間のセンチネルプライムがね、頑張ってくれてて、僕たち、まあ、お世話になってるんですよ。的な話を、アルファトライオンにしたら、アルファトライオンが、なにって顔色変えて、まあ、まあの、顔色変わるほどの表情気はないんだが、この、こいつら、この生き物たちは。ないが、でも雰囲気が変わり。なにって言って、センチネル センチネルはプライムではないあいつは裏切り者だーとか言い出すの。<laughs> またまたおじいちゃん。もうこれ人故障しちゃってるとか言ったら。そうではないとか言って。これを見ろって言ってビーって言って、<laughs> あの、すごいから。あの、操車、あの、映像操、投射装置みたいなの。 あるからね。この人たち機械だから。そういうので、こう、過去の映像をパーって見せることができるの。で、その映像を見たら、センチネルくんが死ぬほど裏切ってる映像なんですよね。<laughs> 死ぬほど我々、ね、サイバートロン星に生きくこの我々を裏切ってる。この外敵と手を組んで裏切ってる映像がそのまま見せられてて、うわあセンチネルは僕たちを騙してたんだってことが判明するわけです。ここからね、ここからめっちゃ面白かったわーもう。<laughs> じゃあどうするかって。ね、センチネルプライムはもう民衆の人気者だから、証拠を出さないといけない。うん、だから我々は、がそのまま行っても,も、国家転覆罪かなんかで捕まって終われた。だからとにかく仲間を集めて反撃しなきゃいけない。革命軍だっつってやるんだけど、ここでトランスフォームできるようになるわけです。 オライオンパックス D16 とか B とかついてきた子たちがガチャッとこの胸に。実はこの胸についてたなんつったっけななんたらかん、なんかその装置があるわけ。それがなきゃトランスフォームできないっていうやつね。それもセンチネルプライムのせいで生まれた時に外されてたんですって。だから、その元々はみんなトランスフォームができるはずの生き物だったのに、なぜかそうやってトランスフォームできる人と、 できない労働者階級でセンチネルがこう分けてやってたっていうことも判明して許せないって。で、ここでこの先人たちのね、その謎のコアみたいなのを移植して変形できるようになるわけ。そう。オライオンパックスはトラックになって、D16 は戦車になって、みたいな。B は車になって。あとなんか女の子型のなんかやつみたいなのもなんかペて、ペーってなって。 いいやー楽しっっつってこの変形がめっちゃ気持ちいいのよ。変形シーンが。もうん、やばいあ <laughs> すごい気持ちいい。あの変形さ。なんだろうね。ギュイン、ギュイン、ギュインみたいなで。この足がこうク、クククイン、ギュイがガチョン、ガチョン、ガチョン。何あれあのさ、もう思い出したよね。僕がこういう変形の気持ちよさの原体験で言ったら、明確に覚えてんの。カクレンジャーの無敵大将軍っていうおもちゃがあって。 戦隊ヒーローのね、おもちゃですよ。戦隊ヒーローなんか、てかそれこそじゃん。あの、ガチャガチャ返球してさ、ね。ちっちゃい時にさ、お母さんとお父さんがさ、その、おもちゃでかい変形合体のやつ買ってくれてさ、もうそれをさ、バカバカ変形させて遊んでたあの気持ちよさよ。思い出したねー。それの気持ちよさがもう、ふんだんにあんのよね、この映画。もうこのシーンだけじゃない。もうたくさん変形における、うぞうぞ。うん。 ああ、そこそこそこっていう、この、つぼされてる感じ。ああ、気持ちいい。気持ちいい。<laughs> 気持ちいい。<laughs> 気持ちいい。で、プラスよ。プラス。もう最高。メガトロンね。d 1 6三ぶち切れてんのね。<laughs> あの、はあつって。センチネルプライムのことが好きだったんだけど、ね。俺たちの英雄だって。そういう目で見てたの、今までセンチ、D16 は。だけど、あいつは俺たちを騙してたんだっていうことを知ったときに、 もう、プッツン来て、ぶち切れてて、暴走を始めるんですよ。ここからだから、闇落ちルートですよね。メガトロンへと変わって、彼が変貌していってしまう。もう、なんだろう。人をあまり信じなくなり、ひどい扱いをし始めるっていうか、俺の言う通りにしとけばいいから、みたいな。口調も変わって、みたいな。あ、もうすごい。思春期に <laughs>、思春期に、なんか <laughs>、ひどい扱いを受けたから、こんな <laughs>。 こんなことになって。<laughs> 俺の言うことだけ聞いとけばいいから。力を見せつけてやるよーみたいな激昂した時に、ガチョンガチョンガチョンって、もうすっごい、ここにクソでかい大砲みたいなやつがガーン出来上がってさ、ここにあのスタースクリームっていうね、これも、面白いキャラクターがいるんですけど、そいつに向かって、こんなして、お、いいか。あ今回だけだから見逃してやんの。次を、次俺に逆らったら、もう次ないからって。 この反乱軍ね、みたいな人たちは、<laughs> 俺についてこいつって、もうカリスマ爆発させんのよ。もうなんかこう、やばいね。メガトロン最高。D16。ああ、こういうことかと。彼の過去。今までのシリーズとのつながりはね、これからもないみたいなオリジナルの展開になるらしいから、要は直接的な今までのそのトランスフォーマーシリーズと、その道を同じって考えるのは良くないと思うんだけど、それにしたって、 ドラマあるよね。あ、こんな過去があったのかなみたいな、この。繋がっちゃうじゃん、勝手に。うん。一気に好きになったね、メガトロンのこと。うん。これで切れたんだ、この人って。うん。で、自分が大好きな、なんとか、あの、メガなんとかプライムっていうやつのシールをね、ここ,こ,こに貼って、それが純粋なね、好きな気持ちで貼ってたシールが、後に、このメガトロンの、えーディ、ディセプティコンだっけあのチームの、 あの、アイコンに変わっていくまでっていうのもこの映画であって、これも熱いんだよね。熱いし、切ないしね。もう切ないからこそっていうのあるよね。メガトロンが本当にブチ切れて、で、オライオンも、いや、メガトロン、あの、D、D、ちょっとやめた方がいいよって、なだめるがかりだからさ、いって言うんだけど、うるさいみたいな。<laughs> 本当に切れてるから。 気持ちがいいんだよね、もう。だって闇落ちするって決まってる人だからさ、この人。<laughs> なんかもう、行かないでもないじゃん。なんか、もう頑張って戻ってきてもないのよ。行け行けやっちゃえ <laughs> 落ちるとこまで落ちちゃえなのよ。こっちとしても。気持ちわかるし、すごく。この巨大大砲を腕につけてる時のこの、ガンギマの目。で、僕吹き替え版で見たんだけども、木村すばるさんのね、声だよね。まあ、皆さん素敵よ。お声素敵ですけど、キム。 キムって、そういう略称、略称なの。木村スバルさん。素晴らしかった。で、こっからセンチネルプライムに反逆すると同時に、この二人のね、オプティプマスプライムとメガトロンの二人のこの道が耕えてしまった様子っていうのがこの後ありありと書かれていく。切ないよ。 切ないし、ばっかで、ばっかで、みたいなのもあるし、あと僕、オプティマスプライムアンチだから、あいつ、あの、話聞かねえトラック野郎だと思ってるからさ。だから、オプティマスプライムの、オプティマスも、こういう分かりがあったせいで、ね、ああいう良くない上司になっちゃったのかな、とか、思うとね、これまた、ちょっと寄り添おうっていう気になっちゃったね。うん。 アンチシンがちょっと薄れた <laughs> な。なんだ、こいつにもなんかあったんだなって <laughs>。いやー、本当に楽しかった。デザインもね、これはどうなんだろうな。レトロ、レトロチックなんですよね。機械の変形する機械とか、なんか昔のおもちゃみたいなデザイン。まあ、トランスフォーマーシリーズが本当に昔からあるシリーズで、ね、おもちゃ玩具としても。だから、なんだろうけど、そっちにやっぱ寄せてくれたのかな、デザイン的にも。 うん、すごくこう、レトロで、それでいて、古臭さも感じないという、すごいいい塩梅のようなね、感じもしてね、デザイン、ロボットのデザイン周りもそうだし、ロゴなんかもそうですよね。うん。バッと、始まりの時にトランスフォーマー1つって、あの、極太なやつが出てきた時に、な、なんか、ほんのりノスタルジーも感じつつ、新しいみたいな。 こういうところですよね。このデザイン関係の人の力量というかさ、すごいなって思うよね。このプロの人たちの合わせ技っていうかね。どうん、全然この細部を語るほど僕は詳しくないからだけど、フィーリングね。なんか、ああ、気持ちいいなというかさ。あるじゃん。そういう時ってさ、うん。そういうのがこのデザインとか周りにも見えてね。すっごい楽しかった。うん、本当にね、興味ない人も、本当変形 変形に燃えられる人は、ぜひとも見に行ってほしい。トランスフォーマーシリーズ見てなくて、たまんなかったですね。はい。そういう感じの今日は動画でした。買いましでした。バイバイ。